どうもこんにちは、まみよしです。今回はこちらナーワルから新しく発売されたナーワルフレオ X ウルトラというロボット掃除機紹介していきたいと思います。まずこちらのナーワルフレオ X ウルトラの特徴なんですけども、まず一つ目として絡まりゼロのフローティングブラシ、それがこちらの部分になります。もう実際に1ヶ月ほど使ってるんですけども、1回も掃除してないです。普通のロボット掃除機ってここの部分に髪の毛が詰まって掃除しないとロボット掃除機の運転停止しちゃったりすることが多いんですけども、ここのブラシの部分に髪の毛が全く詰まりません。ちょっと閲覧注意なんですけども、こんな感じでね、髪の毛の詰まりっていうのが一切ありません。なのでメンテナンスフリーになってます。これめちゃめちゃ嬉しいですね。続いて2つ目としては、世界初のゴミ圧縮技術。ロボット掃除機本体の蓋を外すとダストバッグが入ってるんですけども、このダストバッグも2種類あります。こんな感じのパカッと外してゴミ箱に捨てるモデルと、こっちはもう吸引したらそのままゴミ箱にポイできるタイプのゴミ吸引のやつがあります。でこれもう1ヶ月くらい使ってるんですけども、こんな感じでね、まだまだ余裕がありますね。でこれなんでこんな余裕があるのかというと、吸い込んだゴミを圧縮してくれる技術が搭載されてるので、こんな感じでね、1ヶ月くらい使ってもまだまだ余裕があると。これ公式では7週間以上ダストボックスを変えなくても OK っていう感じになってます。もちろんこっち側でも一緒ですね。なのでステーション側にゴミパックがなくても大丈夫といった感じになってます。このゴミを乾燥してくれる機能もあるので、菌の増殖を防いで、臭くなったりしづらいものになってます。でこっちの場合はこんな感じでカシャッとはめることができます。まだまだ特徴あります。今回のモデル、汚れを自動検知するダートセンステクノロジーを搭載していて、床の汚れをリアルタイムで検知して完璧に床がきれいになるまで清掃してくれます。なので吹きこぼしとかね、そういったものもなくなるので、床の拭き忘れとかゴミがまだ取り切れてないみたいな心配がなくなります。これ面白くて、汚れレベルとかも掃除した後に見れるので、家がどのくらい汚れてたのかとか、そういったのも見れるようになってます。あと今回テールスイング機能も搭載していて、普通のロボット掃除機だとね、ここにモップがあるので端まで拭ききれないんですけども、こちらはお尻をこんな感じで振ってあげることによって、しっかりと隅まで清掃してくれるモデルになってます。であとは前作と同じく、こちらのロボット掃除機、ここにねタッチパッドを搭載してるので、ここからロボット掃除機を読み戻すとか掃除開始とか、そういった操作をこのステーション側からも操作することができます。であとこのステーションに関しては、自動モップ洗浄、自動モップ乾燥、中に洗剤が入っていて、こちらの洗剤を使ってモップの洗浄や床の洗浄ができるので、モップもめちゃめちゃ綺麗になるし、床も綺麗になります。この洗剤自動投入機能がついてるロボット掃除機ってなかなかないので、その辺もね、このナーワルシリーズのいいところになります。であとステーション自体もね、自動で清掃してくれて、さっき言った通りダストボックス乾燥もあります。であとはね、最近いろんなロボット掃除機に搭載されてきたカーペットの清掃の時に吸引力が上がったり、あとはモップをリフトアップしてカーペットを濡らさないようにするなんていう機能もあります。主な特徴としてはそんな感じです。ということで早速実際に使っていきましょう。そうしたらね、実際に清掃の方をしていきましょう。とりあえずね、普段一番使うであろうこの掃除&水拭きでやっていきます。ポチフリオ吸引&水拭き開始。まずはモップの清掃っていうのが始まって、しっかりとね、中に入っている洗剤、そして水でモップを洗浄して清掃が始まる形になります。はい、洗浄が終わったら掃除が始まります。まずは洗面所から、この辺にね、髪の毛とか落ちてるんですけども、今回ねこちらのナーワルフレオ X ウルトラに関してはブラシが2つついてるので、しっかりとゴミをかき集めることができます。まず周りをやったら、次は内側を清掃する形で、フレオモードだと一部屋終わるごとにステーションに戻って自動的にモップを洗浄してくれます。でこれね、ちょっと欠点なんですけども、多分ファームウェアのアップデートとかで改善するのかな。こんな感じで戻る時に結構位置合わせっていうのを念入りにやる感じになってます。でここでモップの洗浄開始。モップ洗浄終わったら次部屋2を掃除始めます。まずは部屋の角からやっていきます。これ清掃中に右下の吸引ボタンを押すことによって、清掃の吸引力っていうのを変えることもできます。静音モード、超強力、基本的に通常で全然十分ですね。しっかり部屋の角を掃除してくれます。このマットに関しては侵入禁止エリアを選択しているので、乗り上げないで清掃することができます。で、音に関してもかなり静かですね。なんか耳障りに感じにくい音です。ソファーの下も問題なく入れます。で、今回の場合は部屋の広さ的に2つに分割してますね。右側を清掃した後、モップを洗浄して左側を清掃するっていう形になってます。これもフレオモードで判断してやってくれてるっていう感じ。
じです。部屋の端をやったら次内側を攻めていくっていう感じです。でこの薄い白がまだ掃除できてない部分で、青い部分が清掃できてる部分になります。このねロボット掃除機リアルタイムで、しっかりと動いてますね。遅延もほぼない。でこんな感じで 3D で見ることなんかもできます。でこれブラシ2つ付いてるんですけども、必要ない時は片方のブラシは動かないで、必要ある時だけブラシ2つとも動く感じになってます。部屋の半分の掃除が終わったらまた戻ってモップを洗浄してくれます。今回は1回でいけた。モップ洗浄の音。続いてはもう片方の部屋の掃除開始。もう片方の清掃も終わってモップの自動洗浄になります。ということで部屋の乾燥が終わって今モップ乾燥中になります。そしたらねどんぐらい清掃しましたとか何分でできましたっていうのが見れます。で汚れ度とかもこんな感じでね、プレオモードでしっかりと判断して掃除してるのが分かります。これで清掃完了。で実際の清掃力なんですけども、これかなり高いです。今ね掃除終わった後の床なんですけども、こんな感じでね髪の毛もないし埃も全然ない、かなり完璧に掃除できてます。しかも洗剤を内蔵してるのでこんな感じで床がかなりサラサラになります。これかなり嬉しいですね。続いてはこちらベースステーションにあるこちらのタッチボタンで何ができるのかっていうのをチェックしていきます。まずこちら一番上のボタンはフレオモードのオンオフ、こちらをタッチすることによってモード切り替えができます。でこちらの家のボタンに関してはベースステーションに呼び戻したりベースステーションから出すときに使います。でこれは掃除の起動と掃除の停止、こちらモップ洗浄と乾燥をできます。まあちょっと足りないなとかいう場合はこっちを押してみてもいいです、まあ、こんな感じでね使い方の紙が中に入ってるのでこちらを見て掃除してもいいですね。チャイルドロックとか、あとペアリングのやり方とかマップの生成とかそういったものもこちらから操作することができます。裏側には初めて使う時のマニュアルが書いてあります。まあ、これはここのところにもともと入ってたのでこんな感じで普段使うのがいいかなと思います。そうしたら今綺麗な床を清掃したので、次はねケチャップを床にこぼしちゃったとかそういった時の清掃をやっていきます。まあ、ケチャップちょっと垂らします。まあ基本的に飛んじゃったぐらいなので、まあこんぐらいかな、4滴ぐらい、もう1滴いこうか。はい、こんな感じで床を汚しました。でこういった時はね本当はちょっと拭いてから水拭きかけた方がいいんですけども、今回はそのまま行ってみます。こういった状況になった時はエリア清掃がおすすめ。クレオ X ウルトラの右下エリアを押して、今この辺にケチャップを垂らしたのでここを掃除していきます。水拭きで今回やっていきます。プレオモードで掃除開始。このナーワルの特徴としてはこれ水拭きの時の清掃がめちゃめちゃ静かなので、ちょっとその辺もねチェックしていきます。掃除開始。この音超静か。水拭きはねめちゃめちゃ静かですね。はい、そうしたらケチャップどうなるか、伸びちゃわないかな。もうモップが動いてる音しかしてないですね。めっちゃ静か。次真ん中、おなんかめっちゃすごいいい感じかも。さあ真ん中もどうだ、おーすごい、めっちゃ綺麗になったんだけど、あすごいすごい、おーすごいな。こんな感じで見る影もないケチャップ。あとはモップだね。モップがどのくらい綺麗になるか。あ、清掃もう終わりました。ちなみにちょっとベトベトしてないかもチェック。あ、大丈夫そうだな。すごい清掃力めちゃめちゃ高いです。さすが洗剤入れてるだけある。ということでモップ洗浄終わったので見ていきましょう。ここの上のボタンからホームボタンを押すことによって本体を出すことができます。あ、出た出た。じゃあ裏側のモップチェック。はい、こんな感じ。あー、ちょっとちょっとだけ残ってるけど、でもめちゃめちゃ取れてるね。もう一回洗浄すれば完璧に取れそう。でこれでもう一回洗浄したい場合は右側の水のボタンを押すと、モップを洗浄し洗浄後に乾燥します。もう一回モップの洗浄をしてくれます。まあ、さっきの1回目でもほぼほぼ取れてるけどね。2回目のモップ洗浄完了。モップ確認します。さあどうだ、これはどうなの、ケチャップなんかな。まあね、こんな感じでかなり綺麗になってるのがわかると思います。すごい。でそして今回のモデルに関しては世界初の絡まり率ゼロフローティングブラシを搭載しているということで、ここにね髪の毛が詰まらないようになってるらしいです。今回もう1ヶ月以上こちらを使って掃除しているので髪の毛がどのくらい詰まってるのかチェックしていきましょう。ここを開けて取り出します。ちょっと閲覧注意かもしれない。はい、1回も掃除してないです。お、めちゃめちゃ綺麗だな。ちょっとホコリっていうのは、まあ、あるんだけど、これはまあ普通につくとして、毛がね全然詰まってない。結構ね普通のロボット掃除機だとここの部分に毛が詰まっちゃって掃除しないと動かなくなるっていうことが起きるんですけども、これは全く毛が詰まってないね。こっちも問題ないです。
すごい。これはこれ結構ねロボット掃除機の手入れでめんどくさい部分だったんですけども、毛詰まりがないっていうのはめちゃめちゃいいポイントだと思います。これはね、水洗いちょちょっとしてあげたり、ウェットティッシュとかでピーって拭いたら手入れ完了するので、これは感動、すごい。ここの部分もちょっと見ていきます。ここはない。ちょっとねこの辺に髪の毛 1,2 本はついてたんだけど、詰まってるっていうことはないですね。こっちもチェック。おーすごい。ここも結構詰まりやすいポイントなんですけども、これは全く詰まってないです。多分ロボット掃除機使ったことある人だったらこの凄さわかると思います。そしたら清掃した水も見ていきます。まずこっちクリーンウォーター、これは綺麗なままですね。でこっちのダーティーウォーターに関しては、あすごいね。結構ね毎日水拭きしてるんですけども、それでもおーこんな感じ、結構よどんだ茶色い水がついてますね。基本的に毎日水拭きしてこれなので、もう1ヶ月2ヶ月、1年2年とね掃除してない人に関してはこれ真っ茶色の水が出るので、ぜひ水拭きやってみてください。ということでいかがでしたでしょうか。こちらのナーワルフレオ X ウルトラ、ブラシに髪の毛が詰まらないっていうのがめちゃめちゃ嬉しいのと、あとナーワルシリーズ前からあったんですけども、洗剤の自動投入で床とかモップをしっかりと洗浄してくれるっていうのもかなり嬉しいです。であとはこのゴミパックの自動圧縮とかそういった機能もあるので、本当にね長い間メンテナンスフリーで使うことができるし、洗浄力も高いいいモデルになってると思います。であとこのナーワルシリーズね、なんといってもデザインがめちゃめちゃおしゃれ、最先端のねデザインになってるので、リビングとかに置いても違和感ないデザインになってるかなと思います。詳細に関しては概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。以上、最新ロボット掃除機ナーワルフレオ X ウルトラのレビューでした。バイバイ。